中京競馬場メイン16レースは第56回一般スポーツ賞新刊記念 G3 芝 1600m 出走馬15頭。ファンファーレの後に大きな拍手が沸きました。中京競馬場出走メンバー1コーナー奥のスタート地点ゲート入りを進めていきます。ジェンティルドンナ、アーモンドアイ、ピクシーナイトに TI のモーリス、ファインニードル、そしてアルラインなど数多くの G1 ウィナーが育っていったこの舞台、果たして誰が勝利をつかむか。15頭ゲートの中スタートしました。8番うなぎ登り最高峰、ダッシュがつきません。4番宝塚の後方から、まずは7番のシーンザデイ飛び出していって、まずは主導権。2コーナーにかかるところ、まずは先頭に立ちます。追っていくのは14番モズゴールドバレル、内から12番のジャスティンベル2番手に上がりました。14番モズゴールドバレル3番手です。あとは内から10番マテンローリオ、今日は3番手インコース。あとは15番のセレバーグ、さらには1番のディーアストリッシュの控える競馬で中段の前です。あとは3番セルタリオがいて、あとは13番の湘南アメリア、2番ガスールは中段グループバグバッタの中です。あとは9番レッドベルアール、さらには5番のアールチャレンジ、そして6番カウンターレブリー、後ろから4番手、さらには11番デルマグレブリンが行って、イワシン後ろ、4番ジャカランダ、8番うなぎ登りと続いて3コーナーカーブ、800通過47秒くらいのペースで行っています。前は1頭並んで、内7番シーンザデイ、外で2人12番のジャスティンベル、2頭並走状態、ビジュアシス3番手3頭、外から14番ボスゴールドバレル、相手から15番セルバーグ、インコース20番マテンローリオン、その後に3番ソリタリオ、2番ナスール、4コーナーに引っ張ります。さらには1番ディーアストリッシュの4コーナーから直線コースで向かいました。先頭ジャスティンベルに変わった。外から14番ボスゴールドバレル、内からは7番とシンサで最内が空いているぞ、横浜典弘、10番マテンローリオン一気に先頭に変わった。10番マテンローリオン先頭だ、残り250、外から3番ソリタリオ、3番から14番ボスゴールドバレル、インコースからは1番ディーアストリッシュを、先頭は10番のマテンローリオン、差を詰めてこようとソリタリオ、外から追ってくるのは9番レッドミラーも、内からディーアストリッシュと、先頭は10番マテンローリオン、勝ち取り、マテンローリオンです。横山典弘です。3番ソリタリオを抑えました。今日はスタートを決めて好インコース、最内一気に突き抜けましたマテンローリオン。時計1分34秒1、詰め寄った3番ソリタリオに着、3着争いは広がっていました。前走は最高峰から大外一気だ。